必見、平野翔、香港でファレル、ウィリアムスと対面。ルイ、ビトン最新コレクションに興奮。ダミエ柄スーツアクセサリーコーデを徹底解説。平野翔がルイ、ビトンのプレフォールメンズコレクションのため香港を訪れた夜は、彼にとって特別な体験の連続でした。11月30日、ビクトリア、ハーバーの夜景が広がる会場に足を踏み入れると、 彼の目にはきらびやかな都市とファッションが生み出す非日常の世界が広がり、まるで時が止まったかのような感覚に包まれたと語っています。香港でのファッションショーの経験は初めてであり、その空気感、風景、文化のすべてが彼にとって新鮮で、刺激的なものでした。彼は会場に到着する前から緊張と期待に胸を膨らませ、どこか興奮した様子で、 ラグジュアリーなブランドの世界を初めて体験することへの高揚感を感じていました。ショーが始まる前、平野は今回のイベントのために選んだダミエ柄のスーツに身を包んでいました。ラックにかかっているときには少し派手に見えたというこのスーツも、実際に着用してみると洗練されており、クラシックでシックな印象を与えたといいます。スーツには深い緑色が差し色として使用され、 その遊び心と伝統的なスタイルの組み合わせに彼は心惹かれました。また、足元には厚底のブーツを合わせ、見た目はシンプルながらもソールに繊細なデザインが施されている点にも感心していました。このようなルックが完成したことで、彼はファッションを通じて自己表現ができることの楽しさを改めて感じていたのかもしれません。さらに、平野はダミエ柄のスクエアバッグと、 シルバーやパールのジュエリーを重ね付けしてアクセサリーにもこだわりを見せていました。シルバーとパールで統一されたジュエリーは、シンプルながらも洗練され、上品でありつつも個性を放っていたと語っています。彼はこれまで、ジュエリーのレイヤードスタイルはカジュアルな服装にこそ合うものだと思っていたが、今回のフォーマルなスーツとの組み合わせで新たな発見があったといいます。こうしたスタイルミックスがフォーマルな装いにもマッチすることを知り、 新しいファッションの可能性を感じた瞬間だったのでしょう。ショーの会場に到着すると、平野は多忙なスケジュールの中で他国から集まったセレブリティーたちとの交流やメディアの取材に応じました。フロントローに座ると、隣には中国の歌手ジャスティンや俳優のバイ、ジンティンなど、アジアのスターたちが並び、その特別な場での存在感を強く感じました。そして、いよいよショーがスタートすると、ファレル。 ウィリアムスが手掛けた類、ビトンの最新コレクションが次々と披露されました。ハワイから香港へというテーマのもと、セーラーハットをかぶった船乗りのようなマリンルックや、モダンに解釈されたアロハシャツのプリント柄が目を引き、観客たちを引き込んでいきました。彼が特に印象に残ったというのは、ブラウンとベージュのブルゾンや黒のストライプのセットアップ、そしてアロハプリント柄のスーツでした。ブラウンとベージュのブルゾンは、 彼がもともと好んでいるベージュに黄色や紫の花の刺繍が施されており、その絶妙なカラーアクセントが魅力的だったといいます。また、自身の名前に紫の字が含まれているため、紫色には特に目を惹かれることが多いとのことです。さらに、黒のストライプのセットアップについては、上品さとカジュアルさのバランスが絶妙であり、コートにハーフパンツを合わせるという意外な組み合わせも驚きを与えました。 ストライプはパールを連ねて作られており、その遊び心が彼の心に深く刺さったようです。また、アロハプリント柄のスーツは、モノグラムと共にヤシの木や波をイメージした絵が描かれ、ユーモアとシックさが絶妙に共存するデザインとなっていました。彼はこのようなユーモアを感じさせるスタイルに感動し、自分もこのモデルのように年齢を重ねてもクールな着こなしができる男性でありたいと語っていました。ショーの終盤には、ファレル、 ウィリアムスとも直接挨拶する機会があり、彼は短い時間ながらも感謝の気持ちを伝えることができました。ファレルの音楽を以前から愛しており、特に、ハッピーは何度も聴いていたため、彼に直接言葉をかけられる瞬間は感動的であったに違いありません。このショー全体を振り返ってみても、平野はファッションと音楽が一体となって生み出す独特の空間に新鮮な驚きを感じていたようです。 ファレルの存在がブランド全体に音楽的な要素を取り入れ、そのテーマが視覚だけでなく聴覚からも伝わってくることが、彼にとって大きな魅力となっていたのです。また、今回のコレクションにはビビッドな色彩やポップなデザインが数多く取り入れられており、その大胆なスタイルには、ここまで挑戦してもいいのだ、と彼に新しい視点を与えたようです。新しいファッションに挑戦することが自信につながり、 自身のスタイルに多様性をもたらすことを実感し、今後もさまざまなスタイルに挑戦していきたいと強く感じたといいます。彼にとって、このショーでの経験は単にファッションを楽しむだけでなく、自分のスタイルを再発見し、自信を深めるきっかけともなったのでしょう。ショーの演出もまた平野にとって感動的なものでした。会場のフロアには砂や LED を使って波を表現する映像が映し出され、 まるで海にいるかのような幻想的な雰囲気が漂っていました。さらに、最後にはドローンを使って空に光が浮かび上がる演出も加わり、その壮大なスケールと繊細なディテールが一体となったショーは、まるで夢の中のような時間だったと彼は振り返ります。瞬きする間もないほどに引き込まれる演出の数々に、平野はその目を奪われていました。この夜、彼は香港という街の持つ独自の魅力を存分に堪能しました。 伝統的な建築物と近代的な高層ビルが調和する街並み、その背景に広がる文化の奥深さを目の当たりにし、香港の魅力に引き込まれていきました。平野はその瞬間を、すべてを忘れて見入ってしまうほど楽しいと表現し、異国での特別な体験が彼にとって忘れられない思い出となりました。彼はルイ、ヴィトンのコレクションを通じて、これまでの自分のファッション感を再定義するきっかけを得たと感じています。 香港の壮大な夜景を背景に、ファッションが持つ多様性と自己表現の可能性を体感し、今後も自身のスタイルに新たな挑戦を取り入れていきたいという決意を新たにしたようです。この経験は平野にとって単なるイベント参加にとどまらず、彼の成長と進化を促す重要な節目となったのです。そして、この夜に体験したことが彼の心に深く刻まれ、これからの活動やファッションへの取り組みに大きな影響を与えていくことでしょう。 平野にとって今回の香港での経験は、自分のアイデンティティをファッションや異文化の中で再発見する貴重な機会となりました。彼はもともと個性を大切にするタイプですが、ルイ、ヴィトンのショーを通じて、これまでの枠を超えて新しい自分に挑戦する勇気が湧いたといいます。それは、ただ見栄えの良い服を身につけるだけでなく、自分の内面を表現する手段としてのファッションに向き合うきっかけでもありました。 彼が自分のルックにこだわりを持ち、色彩やディテールの選び方に細やかさを感じさせたのも、その表れと言えるでしょう。さらに、ファレル、ウィリアムスとの出会いは彼の感性を大いに刺激しました。音楽を通して人々にメッセージを届けてきたファレルの姿勢が、ファッションを通じて新たな物語を紡ぐ姿勢に重なり、彼にとって非常に共感を呼んだのです。ファレルが持つクリエイティブな視点や、 ファッションに音楽を融合させる革新性は、平野にとって刺激となり、これからの自身の活動に対する新たなインスピレーションにもなったようです。彼はファッションと音楽ということなる表現の融合が、どれほど力強いメッセージ性を持つかを実感し、今後のエンターテインメントの可能性にも興味を抱くようになりました。ショーの後、香港の夜に包まれながら平野は自分の心に生まれた変化を実感しました。 この街には伝統と現代が共存し、日常と非日常が交錯する独特の雰囲気があります。彼はその独自のエネルギーを肌で感じ、自身の中にも新しいエネルギーが芽生えたと感じていました。これまで経験したことのないような異文化との接触は、彼の視野を広げ、これからの目標や価値観に大きな影響を与えるものだったのです。今後、平野はファッションのみならず、幅広い分野で自己表現を追求し、 これまで以上に多様なスタイルに挑戦していきたいと決意を新たにしました。彼はファッションの世界が与える創造的な自由に魅了され、自分がどのように成長していけるかを楽しみにしています。この香港での一夜が、彼にとって単なる思い出ではなく、これからの新たなスタートラインであることを彼自身も感じているのではないでしょうか。また、彼は香港での経験を通してファッションの力を再確認し、 服を通じて心が動かされる瞬間がどれだけ貴重であるかを知りました。これからも彼は、ただトレンドを追うだけでなく、自分の価値観を反映し、内面から湧き上がる個性を大切にしたスタイルを探求していくことでしょう。そして、そのプロセスを通じて、自分自身も知らなかった新しい一面を発見し続けるのです。今回の類ビヴィトンの賞賛歌を機に、 彼のファッションに対する取り組み方や自己表現に対する視点がますます豊かになっていくことは間違いありません。